はい、どうもタンタン札幌店です。今日はこちらカニリアのカスタムモデルをご紹介したいと思います。カスタム T というテナーサイズカスタムモデルなんですけれども、まずはね、このマスターグレードの非常にちょっと色薄めなんですがのハワイアンコア、全面がね非常に綺麗ですね。こういった木目、そしてメイプル、フレームメイプルのバインディングが巻かれておりまして、ロゼッタにはアバロンのロゼッタが入っているというまあところがまず一つなんですけれども、まあ、最大のこのカスタムモデルの特徴はこのインレイワークですね。コアリーフをモチーフにしたインレイがこのヘッド、そしてポジションマークですね、3、5、7、10、12、15と入ってまして、これもね、この葉っぱを表すこの緑色のインレイが非常に綺麗な一本で、サイドのポジションもね、実はね全部この緑色でいられてるんで、はい、こういった感じですね。でトップのこのカニリアのいつものロゴマーク、これも、はい、同じコアリーフの色で入れられております。ものすごい艶っぽい音ですね。非常にうまく同居してて、こうどこのポジション弾いてもね、その音色っていうのが出せる、そんな感じかなと思いますし、アクションも非常に弾きやすくなってますんで、テナーサイズなんですけれども全く弾きにくいような感じがしない、そんなセッティングの一本に仕上がっております。やっぱり独特の、もともとカニリアってね艶っぽい音するんですけれども、さらにそれが増してるような感じがします。まあ、カスタムっていうこともあるのかもしれないですけれども、でもそれだけじゃなくて他のレギュラーで出てるシリーズの音に比べても明らかにこう音の抜けもいいですし、さすがだなと。最高峰のモデルっていうのがすごくよくわかる、そんな一本に仕上がってるんじゃないかなと思います。まあ、木目もねすごいですしね、はい、ということでこちらカニレアからですね、カスタムモデルカスタム T というテナーサイズのカスタムモデルでございます。もちろんマスターグレードのハワイアンコアを使っているのもそうですし、このポジションマークなどなどのインレイワークですね、コアリーフをモチーフにしたこのグリーンの綺麗な色合い、こういったところも特徴的な、こうまたとない他にない一本なんじゃないかなと思います。はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。